のりチャンネル。どうも、木下のりあきです。最近自分の畑で玉ねぎを400本植えています。今回はウェネルヨーロッパでプロ選手としての生活や環境、そしてお金の話もしたいと思います。それではのりチャンネルスタートです。のりチャンネル。海外の不安というか、もう自分の中で海外に行くのも初めてぐらいの形だったので、スタートは本当旅行でハワイに行ったり、あとはインドネシアですかねに行ったのと、子供の時に台湾行ったことぐらいしかなくて、もう本当初めての状況で、でまあ英語も全くわからないような形で2005年 NFL ヨーロッパに参加したんですけど、何もかも違う、自分が経験日本でしたことないようなことばっかりだったので、逆になんか自分の中で全てが新鮮だったというか、はい。でまあその中でどう生きていくかっていうところで、まあ、どっちかというとこうオランダっていうところには属したんですけど、周りの選手9割方はアメリカ人で、もう全てが英語で、コーチ陣も英語で、インターナショナルの選手が6人7人ぐらいですかね。でその中でまあ自分の中のチームメイトでいうと、日本人、ロシア人、メキシコ人、あとフランス人ぐらいですかね、はい。そのメンバーがインターナショナルという枠で入っていて、あとはもう9割方アメリカ人の中だったので、まあ、オランダにいるっていうことよりもアメリカやんっていう感じでしたね。トリチャンネル。NFL ヨーロッパっていうのは、はい、NFL 予備、そうですね、はい。一応こう、NFL からどう言ったらいいですかね、NFL が持ってる選手をもう少し見たいからっていうので、 NFL ヨーロッパに送られてくる、フリーエージェントみたいな形の選手は NFL のロゴがここ胸元についてるんですよ。で他の選手は大学の時とかにもすごい名前の売れた選手もいましたし、その当時で言ったら大学ナンバーワンみたいな、けどこう NFL にはこうドラフトでは関わらなかったような選手が見たいからっていうので、そのヨーロッパのチームに分けられて入ってるっていうの形ですかね。のりチャンネル。2005年の時はやっぱ自分が通用するかしないかっていうのは行ってみないとわからないっていう気持ちで参加して、まあ、1年間帯同して、自分はこの中で戦えばアメリカ人にも勝てるっていうのはもう1年目には感じましたね、はい。まあ、最初は不安であったり言葉っていうところの壁はやっぱすごい高かったんですけど、まあ、この中で自分が慣れさえすれば戦えるなっていうふうに思いました。具体的にはそのスピードとかスキルとか体格差とかいろいろあって、どこが通用してどこがちょっと足りないかな。そうですね、自分の中ではまあスピードっていうのはすごい自信があったので、まあ、それは NFL ヨーロッパに行っても自分のスピードはまあ全然勝てるなと、もう全然勝てると思うぐらい自信もありましたね。その後はクイックネスであったり、あとはもう気持ちの面がやっぱ大きかったですかね。やっぱ精神的なもんで自分は絶対折れないっていう自信があったので、まあ、そういう気持ちでもう日本の大和魂じゃないですけど、そういう気持ちで僕は戦ってたんで、はい、そこの気持ちの面とスピード、クイックネス、その3つの3本柱で戦ってましたね。はい、なんかそういう個人記録、個人記録みたいな、はい、週間 MVP みたいなのは何回か取ってましたね。ちょっとその回数とか覚えてないですけど、でそれと、2006年と2007年の、オール NFL ヨーロッパスペシャリストっていうので、キックオーリターナーとしてもうアメリカ人選手とはもう全部含めた上で選ばれたのは2年連続選ばれましたね。のりチャンネル。ちなみに40ヤードその時は、その時はトライアウトで、40ヤード測定は4秒4とかですかね、まあ、手動でこう手で測るやつなので、まあ、ちょっとあれはあるかもしれないですけど、まあ、今日自分の中でもっと早いタイムは出てたと思うんですけど、まあ、これはちょっと、ね、正確な話ではないですけど、僕が見た限りではゴールしてアメリカ人コーチが2人こう手動で測ってるんですけど、4秒3何歩4秒3何歩っていう会話をしたんですけど、あーみたいな感じないなみたいな感じで4秒40っていう記録になったんですよ。大雑把な感じで、まあ、多分ね、日本人選手でそんなやつはみたいなノリもあるかもしれないですけど、だヨーロッパの時のトライアウトは毎
都市4秒4ぐらいでしたね。4秒40、4秒42とかそうなんですかね。やっぱそこまでいくと NFL ヨーロッパレベルではズバ抜けてない。ズバ抜けてはないですね。やっぱ NFL に行くとそれぐらいの選手やっぱね、トライアウトでは出てるのは見るんですけど、まあまあそうですね、いい線だと思います。まあけどそれでもベラボーではないですね。NFL に行くためには多分4秒2とかを出さないと、日本人選手だと難しい世界かもしれないです。のりチャンネル。日本人選手はその時1人だけですか？いや、チームには2人か3人いる時もありましたね。石田力也選手、関学 OB の石田力也選手と一緒のチームの時もありましたし、あと堀さんって言って、はい、そうです、そうです。あと長谷川翔英って高校の時からずっと一緒の僕の相棒みたいなやつがおるんですけど、そいつがそのチームに帯同してる時もありましたし、はい。他で言ったら誰かおったかな。これ名前出てへんかったらまずいっすね僕。のりチャンネル。日本語を喋ってコミュニケーション取れるっていう相手もいた。はそうですね、いましたね。ストレス的にはそんなに。まあけど結構僕は、まあ、1年目2年目英語は分からなかったのでちょっと助けてもらう部分が多かったですけど、もう慣れてきたら多分あんまり気にしないんで、喋れなくてももう一人でボンと入ってってどっか遊びに行ったりとかもしてましたし、今ここで喋ってるように人と喋れたらもっと面白かったと思いますけど、まあ、それよりも多分人といる時間であったり何とかしてこうコミュニケーション取ろうって思うことの方が僕は多分、はい、そこで全然ストレスというか人がいたらなんとかなるなっていうのは感じてましたね、はい。ずっと3ヶ月間ホテル住まい、全てを準備されてもう1円も使わずに生活できる。で、休みの日はご飯代みたいなんで小遣いが出たりとかっていうのもあったんで。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひお願いします。何卒よろしくお願いします。